多彩な暮らしと笑顔があふれる街神戸。人々は何に惹かれ、どんな未来を描くのか。笑顔を照らすと暮らしが見える。神戸ライフでは、神戸を舞台に生き生きと活躍する神戸人に密着。神戸市の中心部を東から西に向かって流れる新湊川。市街地の途中で巨大なトンネルを通ります。今からおよそ100年前、人の手でレンガを積み上げて作ったという湊川隧道です。今回の神戸人は、産業遺産写真家の前畑敦子さんです。全国1000カ所以上の史跡や産業遺産を回った彼女が地元神戸で見つけたものとは。いろんなことをこう教えてくれるし、あと自分が考えるきっかけをすごくくれる場所でもあるので、私はいつも生きた教科書やっていうふうに言っていて。湊川隧道に魅せられ、未来につなぐ姿を追いました。湊川隧道は明治時代に作られた、総延長およそ600メートル、幅高さともに7メートルを超える河川トンネルです。このレンガ造りのトンネルが阪神・淡路大震災によって被災するまで100年近く湊川の治水を担ってきました。現在はその役割を新しく建設された新湊川トンネルに譲りましたが、その歴史的価値から近代土木遺産としての保存が決まっています。この日は月に1回開催される湊川隧道の一般公開日。案内をしているのは写真家の前畑敦子さんです。で、その説明会なんですけど、中に椅子がいっぱい並べてあって、その椅子に座ってもらって聞いてください、はい。湊川隧道の魅力をもっと知ってもらいたいと、オリジナルツアーを企画しています。そう、湊川隧道ってこう見てもらった通り、こう一本のトンネルなんですけど、実は季節によって見え方が違うんです。夏は湿度がこう高くなって霧がかかるんですよ。なので一番奥まで見えないんですよ。で、この奥って何があるんやろってすごいドキドキするような幻想的な風景が広がってて、冬になると霧が全くないので、もう奥までもうすごい鮮明に見える。もう全てのこう季節みたいっていう。私このレンガがすごい好きで、湊川隧道を作るときってこう1メーター間隔ごとにこうレンガを積んでいったんですね。でその間隔が1メーターずつっていうのが分かる筋がよく見ると入ってるんですよ。そういうのを見るとこう1個ずつ重たいレンガを全部で450万個使ってるんですけど、全て手作業で作ってるっていうのにやっぱ感動するし、昔の人すごいなっていう思いになる。前畑さんは近代産業遺産を専門とする写真家。子育てや仕事の合間を縫って各地の産業遺産を訪れます。100年の時を超えて届くメッセージを持ち前の観察眼で切り取ります。神戸港の開港によって整備された兵庫運河も明治産業遺産の一つ。運河に架かる和田旋回橋は、かつて橋の部分が90度回り、船の往来を円滑に行ったと伝わります。そんな港のにぎわいを今に伝える産業遺産がこちらの旧岡方クラブ。兵庫商人の社交場として1927年に建造され、当時の流行を取り入れた
豪華な装飾が特徴です。ここなんですけど、もう見た目がもうすごくときめく、私はすごく好きな建物なんですけど、震災とか地震とかからもこう免れて今も建ってるっていうのがすごい奇跡の建物っていうふうに言われている建物ですね。私タイルが好きなんですよ。で、全国こういう産業遺産行くとタイル貼ってあったらいつもときめくんですけど、見てくださいこれ、めちゃくちゃ可愛い豆タイルって、このちっちゃいタイル分かりますかね、こう模様になっててすごい可愛らしいデザインになってます。壁が好きなんですよ私、めっちゃ壁が好きで、こういう壁ってね、同じ年代に作られて同じ素材でも置いてある場所によって全然表情変わってくるんですよ。年輪じゃないけど、こうその建物の歴史っていうのは壁を見たら結構わかると思ってて、一人でずっとこう壁とか撮ってると、みんなに何撮ってるんってすごい不思議がられるんですけど、壁ですね、本当に壁。ここがホールです。こういう場所来ると、なんか当時どうやって使われてたんやろってすごいこう考えるのが楽しくて、社交場やったからもうダンスしてる人もいたかもしれないし、私たちのおじいちゃんとかまたその上の世代が実際に使ってた場所やったりすることがすごく多いので見てみたくなりますよね。あと自分が考えるきっかけをすごくくれる場所でもあるので、私はいつも生きた教科書やっていうふうに言っていて、まあ、全国、近代建築だけでなくて鉱山とかいろいろあるんですけど、そこに行くとそこで携わってた方たちのお話を聞いてよりこう知っていく、その起爆剤になるって言ったらあれですけど、きっかけを作ってくれるのが産業遺産っていうふうに思ってます。産業遺産を生きた教科書として後世に引き継ぎたいと願う前畑さん、活動を始めるきっかけは15年ほど前に保育士をしながら趣味で写真を撮っていた時でした。当時廃墟っていう言葉しか私知らなくて、産業遺産っていう言葉も今ほどこう皆さんに知られてなくて、で、全国いろいろ旅する中で三子畑選鉱場っていう産業遺産があって、仲間たちと行ったんですけど、もうすでに壊されてしまっていて土台だけが残ってるっていう状態だったんですよね。で、せっかく行ったのに何も見ずに帰るのはもったいないっていうので、その隣にあった明延鉱山っていう鉱山のところに電話して見学させてくださいっていうので見に行かせていただいたんですけど、そこで出会ったガイドの方といろいろお話ししていく中で、廃墟を好きな人がいろんなネットに写真をアップしていって、それが呼び水になっていろんな人が来てしまう。で、そこで怪我をしてしまうとやっぱり責任問題、会社にもなってしまうので、もうそれやったら壊してしまおうっていう経緯もあって、三子畑は壊されるきっかけの一つになってしまったっていうのを聞いてすごいショックで、じゃあちゃんと許可を取って安全にいろんな人を産業遺産に訪れる仕組みを作ろうって言って、NPO 法人 J ヘリテージっていうNPO を今の主人と一緒に作って今ずっと活動しているっていう感じです。そこで出会ったのが港川随道。この産業遺産をもっと盛り上げたいと取り組みを始めました。私写真家として活動してるんですけど、写真で見てもあんまりこうその場所の空気感とか温度とか音とかあんま伝わらないんですよね。皆さん連れていくとやっぱりこう時が止まったみたいに、はっ
ってのってすごい綺麗って初めてそこで価値が分かるっていうのがあるの で今後はあの大阪万博のフィールドパビリオンにも認定されてるんで、あのそういった形で日本人だけじゃなくって海外から来られる方も対象にこうツアーをどんどん展開していけば、この港川随道の魅力っていうのを日本だけじゃなくて世界にこう発信できるんじゃないかなと、ちょっと可能性をすごく感じました。港川随道を作った時に土手を掘削してできたと言われる町新海地、そこから続く商店街など地域資源にも歴史的価値を感じ、さまざまなツアーを行います。その活動に欠かせないパートナーが西島陽子さんです。私自身がずっと2005年から新海地エリアだけでツアーをやってきたんですけれども、港川の市場のエリアも面白いし、港川随道っていう土木産業遺産もあるしっていうことで、魅力的な点と点をつなげることでもっと広くもっと面白くなるんじゃないかなと思っています。前畑さんと西島さんは港川随道を新海地エリアの観光の中心にしたいと考えています。 T シャツや手ぬぐいといったオリジナルグッズを販売したり、いつでも見学ができるよう VR ゴーグルを作ったり、地域の店舗とコラボしてカフェメニューを創作しています。随道を元にしたアイデア商品は可愛いと面白いであふれています。普段は入れない港川随道ですが、一般公開日にさまざまなイベントが企画されています。主催するのは前畑さんも所属する港川随道保存友の会です。昔からね、この港川がやはり大洪水を起こしたり大氾濫をしているということで、治水上の対策、町づくりの対策、港湾対策、そういう大きな3つの目的があって付け替えざるを得なかったということですよね。穏やかに見える港川ですが、ひとたび大雨が降ると下流の市街地では何度も大きな水害が発生してきました。そこで明治の先人たちは治水対策として港川の流れを人工的に大きく変えたそうです。南北の川が東西になったという、その東西になるときに江家山の下を通さざるを得ないと、人為的に川自体が西へ振られることに伴って港川随道ができたということです。誕生したのが日本で初めての近代河川トンネル、港川随道です。トンネル内で開催されるミニコンサートは、さまざまなジャンルのアーティストが出演し、これまでの来場者は延べ3万人を超える人気のイベントになっています。なんか蜃気楼みたいに見えるっていうか、なんかもわーっとした幻想的な感じの中で、なんかこう夢心地でいつもライブさせていただいてありがたいなと思ってます。やっぱり雰囲気もあって、あとは音の響きもあってすごくいいなと思って、いい経験になりました。ジャズ聴きながらこの景色見てたらすごく素敵だなと思って、響くのと残してほしいですね、こういうのはね。音が響いたりしてでびっくりしたね、こんなあるんだろう、まあ、こんだけの人が来てはるいうことは価値があると、それだけでもすでに価値があるというふうに思いますけどね。今回の神戸人は産業遺産写真家の前畑敦子さん。新海地生まれの前畑さんは地域の魅力を発信しています。彼女が港川随道と深く関わるようになったのは2010年頃、港川随道保存友の会のメンバーと共に保存活動を行ってきました。さらに2021年に
新たに港川随道部を発足させ、地域の観光資源や商店街の魅力を自分たちなりの方法で紹介する体験型ツアーを行っています。こんな大きいの見たことないっていうぐらい立派な果物たくさん揃えられてます。で、初め私子供たちが触って傷んでしまうからこうやって触ったらあかんって書いてるんかと思ってたんですよ。でも気になりすぎて、あのお店のお父さんにこの前聞いたんですよ。そうしたらそれが理由じゃなかったんですよ。っていうのをちょっとお話ししていただきたいと思います。面白くなくて触る人には売れへんということを書いてたんです。それが幸いして誰もがいじくってない、触ってない、これは安心してお供えができる言うて、お寺さん神社さんが皆こうてくれる。日頃から買い物をしている商店街を歩き、気になったお店や体験談を盛り込むことで、ここでしか味わうことができない地域密着ツアーが生まれます。子供の時はすごいビクビクしてた。魚が飛んで飛ぶから子供やから目線が低いから、パーってなりながらこうチラッと横目で見ながら行く。私がまだ小さかった頃ですね、うちの父と市場に来るとミックスジュース買ってもらえるっていうので、よくあの父と一緒にミックスジュース屋さん来た思い出がすごくあります。で、今はあの私娘が4歳でいるんですけど、その娘が市場に一緒に来ると絶対ミックスジュースを飲んでからじゃないと買い物に行かないっていうぐらいお気に入りのお店です。美味しい、デリシャス。乾杯。美味しい、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。昭和レタルの感じです。ね、基本のレシピをもう一番最初のおじいさんから始めた時から基本は全く変わってます。随道のやつ貼ってくれてるんですね。ありがとうございます。すごいな、で地道に活動しとったらこういうふうに、うん、一つの活動がどん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 多くなっていくんやないのは、まあ接しとってそういうふうに感じて、うん、でね、いつもそのツアーごとにお客さんお客さんも呼んできてくれるし、市場にとってもいいことやなと思って感謝してます。そんな2人が計画する随道見学ツアー、今回はランチタイムに良いアイディアが浮かんだそうです。だいたい日本のお弁当、まあ、半分ぐらいご飯入れます。でご飯入れた後におかずをこういい感じに盛り付けていって完成っていう感じになるんですけど、商店街で売っているお惣菜を購入してオリジナル弁当を作るという企画。参加者は商店街の人々との交流が楽しめ、商店側としては売り上げにつながるというウィンウィンな状況を作り出したわけです。西島さんはこうお店とかあと街とかっていうのすごい詳しくて、でこううまいことハマったというか、あのすごいいいコンビなんですよ。私が足りないところを西島さんが補ってくれるし、西島さんが足りないところを私がこう補うっていうか、すごいいいコンビでこうツアーガイドっていうのができてるんで、あの今後もいろんな展開がこう予想されてすごい楽しみな感じです。商店街のイベントスペースでランチタイムです。兵庫県産のお米もふっくらと炊き上がったところでお惣菜をシェアしてお弁当を作ります。日本各地いろんなとこ行きますけど、ここはやっぱりとても大好きな場所ですね。やっぱり人の息吹ですかね、やっぱり生業というか、なんかやっぱり市場ならではので、毎回ねガイドが同じかと思うとちょっとずつ変えてくださってるんで、その辺がちょっと面白いところかなと思って毎回参加させてもらってます。なんか歴史とかそういう魅力を改めて知って、あ、いいなって思いました。このツアー参加して楽しかった。
みに私産業遺産写真家インダストリアルヘリテージフォトグラファーです。上手。また来たいと思ってもらえることが目標。人を楽しませるためのアイデアは尽きません。こちらは港川の上流に位置する烏原貯水池。ダムが建設されたのは今からおよそ120年前。人口が増加した神戸で飲料水を確保するために作られた貯水施設です。こちらのダムは現在も使用されて、周辺は散策路として開放されています。これね、多分神戸の街歩いてたらいろんな人が目にいろんな人の目に入ってると思うんですけど、見たことあります？六軒水って言って、まあ、水道局の気象なんですけど、水っていう字を表してて、けどそれが扉にこうつけられてたりとか、私はこれがすごい好きですね。かわいい。ここの魅力、まずあれですよね、明治時代に作られたものが現役で今も稼働して使われているっていうのがやっぱりすごい魅力的だし、私は結構好きなんでちょこちょこ遊びに来るんですけど、いつ来てもやっぱりこの建物かわいいなって思うし、すごい気持ちよく一周歩けるので、すごいおすすめのスポットですね。地域から忘れられた産業遺産が取り壊されていくのを前畑さんはいくつも見てきました。貴重な遺産を守るためには使い続けていくことが必要だと感じています。自分たちなりに答えを探し、その努力が実を結びつつあるのが港川随道です。11月11日、港川随道が1年で最も脚光を浴びる日です。一般公開では途中までしか入ることができない場所を歩いて通り抜けることができます。午前の部、1200人の募集はすぐに定員に達しました。前畑さんたち随道部はイベントのゴール付近で臨時カフェを営業し、参加者をねぎらいます。私が随道関わりだしたのがもう2010年ぐらいなんですよ。でそこからまあ地道にツアーとか、見学会とかやらせてもらったりしてて、最近こう港川随道っていうと、あ、行ったことあるよとか聞いたことあるっていう人が結構増えてきてるので、知名度はちょっとずつ上がってるんかなっていうのはすごい実感としてありますね。1200でした。1200すごい。その数どう思いますか？はい、午前中だけで1200人で、午後からはね、予約とかなしで行けるので、多分2000人超えるんちゃうかなって思うので、それだけの方がね、こうやって随道に足を運んでくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいです。地下にこんなのがある、こんなすごい長いトンネルがあるんだな、滑りそうに昔の技術だけでこんなに綺麗な形の石を詰めて床ができるのがすごいと思った。神戸の歴史とかも感じられて非常に楽しかったと思います。もう100年でも200年でも続くようにちょっとね、きちんとちょっと保存というかね、していただければ、また神戸の宝物になるかなと思ってます。もう感動の一言ですね。はい、多分よく写ってるとは思いますけども、写真も見てすごいいいなと思って、期待すごくしてたんで、それが現実に残ってるっていうのがすごい自分で感動しました。ありがとうございます。はい。
私たちの活動としては大人だけじゃなくて子ども地域の子どもたちも自分の地域には港川随道があってすごいいいとこやねんねってこう地域に誇りを持つようなきっかけになる場所やって思っているので子どもたちに向けて何かこう随道で子どもたちが楽しんで随道を好きになれるようなイベントをしたいっていうので大人だけじゃなくって子どもたちにも随道の中でドキドキワクワクする体験をしてほしいっていうので継続して今やってます。産業遺産は生きた教科書、過去からのメッセージをより広めるために前畑さんは仲間と共に今日もユニークなアイデアで誰かを楽しませています。